にちは。バロン野生のエリア55特別編、またまたやります。今日はね、上賀茂神社、にこういう平安装束で、ご神事があって来てまいりました。そうしましたらね、ご神事の時のお茶会で笙を吹いてくださった時子さん。笙って皆さんご存知でしょ。あの雅楽に行ったこういう特殊な日本古代の楽器です。このね、笙を吹いて、もちろん古い、宮中なんかで使われるような楽曲もなさるんですが、新しいね、コラボ、今の音楽の方々とのコラボとか、今の新しい曲なども、なさってます。でヨーロッパに、演奏に行かれて、ずいぶん人気を博していらっしゃるんですが、まあ、この新型コロナウイルスの、まあ、こういうね、パンデミックのおかげで今は割と日本に張り付いてらっしゃるんですよね。アスカのいいですね。この衣装もうまさに、もう僕ね、あのアスカ時代やったら、もう僕こうやって近づいていこうというぐらいの雰囲気がありますよね。ですからね、今あの日本でコンサートはやっぱ難しいですか、コロナで。そうですね、大規模のものはないですね。でもあの小規模であれば、あの必要とあれば、お声かけいただければ演奏に、来ていただけるんですね。その時の連絡先等はこのここに出るはずですので、ぜひね、皆さんもね、何かあの園遊会とか、あの新型コロナウイルスね、まだ若干残ってるようですから、もう少しね、外でこれからね、遊ぶ機会が増えると思うんです。外でね、皆さん3密を避けて優雅に飛鳥時代、平安時代に思いを馳せて、その時にね、ぜひ時子さんを呼んでください。笙を聞きながらもうまるっきり違いますよね。雅楽ってそもそもがやっぱりその自然の息吹だったり、自然の息吹、はい、まあ、この笙が天から差し下ろす光を表し、まあ、なるほど、まあ、そうやった宇宙のこうリズムを表している。いいですね、それは。なので、あのこのね、ご時世ぜひね、はい、はい、一度ね、本当にね、もう雅な音色です。宇宙の鼓動といいますかね、本当にそれをもう身近に感じて、この新型コロナウイルスパンデミックなんか吹き飛ばして、日本人の強さね、飛鳥時代から育まれてるこの文化の底力を皆さんもぜひ体験してください。今ちょっと音色は聞けますかね。ありがとうございます。本当に雅というか自然のいい音色ですね。でもね、時子さんがね、この笙を吹いてくださってるのを横で拝見してて、僕はなんで笙に生まれてこなかったのかなと残念でなりませんが、僕人間笙にいつでもなりますので、よろしくお願いします。ぜひ皆さん、時子さんの笙を身近で聞いてみてください。こちらにご案内が出ます。今日のバロン野生の、エリア55突撃編、笙の奏者で美人の時子さんです。ありがとうございました。ありがとう。